これはデモ音声です。写真拡大。左肩の怪我で休養し、9日の阪神競馬2ラウンドで5ヶ月半ぶりに復帰した古川奈穂騎手、21、栗東矢作がいきなりアクシデントに見舞われた。株式会社 AI が提供するデモ音声です。スタート直後に隣のシュルビーブルに騎乗していた岩田康氏が前方に転がるように落馬。その煽りを受けてカフジペンタゴンに乗っていた奈穂もバランスを崩して落馬してしまった。株式会社 AI によるデモ音声です。幸いにも軽傷で済み、8ラウンドでのカイザーノバへの騎乗は支障